バインに乗ったりエンジンを操作するときには急に動き出して周りの人にぶつかったり物にぶつかったりする可能性があるので周囲確認をして機械のエンジンをかけるようにしてください。注意確認、よし。運転席に乗り降りするときには飛び乗ったり飛び降りたりしないようにしてください。取っ手をしっかり持ちステップに足をしっかりかけて乗り降りするようにしてください。エンジンを始動するときには座席に座り主変速レバーが停止になっていること、また脱穀、刈取クラッチがギリになっていることを確認し、ホーンなどで合図をしてからエンジンを始動するようにしてください。バックスーツ、後方の確認が困難な場合は、面倒でも機械から一度降りて、後方を目視で確認してください。補助の出入りであぜ声をするときなど段差があるところでは歩み板を使うようにしてください。高さが10センチ以上のところでは段差の4倍の長さの歩み板を使うようにしてください。守らないと転倒し怪我をする恐れがあります。手漕ぎ作業をするときは必ず手や腕をチェーンの外側にして少量ずつ呼吸するようにしてください。点検、整備、清掃、給油するときには必ずメインスイッチのキーを抜くようにしてください。守らないと回転部に巻き込まれて怪我をする恐れがあります。